11代、奥村義蔵11代、奥村義蔵12月26日から1967年1月20日は、日本の実業家、政治家、愛称、奥村義蔵や11代当主、貴族院多額納税者議員、救名、薫る。徳島県伊田野郡、奥野村で、10代、奥村義蔵の長男として生まれる。百九十五年に、父が、 1896年11月に祖父九代吉蔵が死去したため、同年12月に家督を相続し十一代吉蔵を就名し、家業についてはおじ、国太郎が後見人となった。1902年、徳島県立徳島中学校を卒業した。一年志官兵として入隊し、1905年、見習い士官として日露戦争で旅順に出征。 不評勝利に認じられ招待長として、選唱を受け、全通時に帰還し、回復後に除退した。家業の愛称、肥料賞を営み、東京支店で事業を行った。その後、政界に目を向け、愛その村会議員を経て、徳島県会議員を3期務め、1941年、貴族院多額納税者議員補欠選挙で当選し、同年2月17日に就任し、 研究会にところを属して1947年5月2日の貴族院廃止まで一気在任した。その他、阿波国共同規制取締役社長、阿波政紙取締役、日本赤十字社徳島県支部長などを務めた。ありがとうございます。